続いて沖縄県おマグロさんからいただきました。はい。僕の今年中にスッキリしたいことは、さえちゃんはキスという言葉を聞くだけで恥ずかしそうです。恥ずかしいそうですが、はい。テレビでキスシーンを見るだけでも恥ずかしいのですか？特にメンバーのドラマでのキスとかはどうでしょうか？あ、無理です。あ、それをスッキリさせたいんだ。もやもやしてるってことね。もやもやしてたんだ。でもさえもキスシーンやったことあるもんね。あるよ。そうだよね。タイが一番話し合ったやけど。そうだよね。ぶっちゅってね。恥ずかしいからダメなんだよ、本当に。キスって単語超恥ずかしくない？キスって恥ずかしい。わかる。キスって恥ずかしい。何キスって。チューだったらいいけど。チューはね、全然いい。チューの方が恥ずかしくない？チューだったらいいね。チュー、チュー、チューだったら可愛いじゃん。チュー可愛いじゃん。チューって。キスって恥ずかしいよね。キスしましょう。みたいな。なんかおかしくない？かしこまってる感でしょ？なんか、嫌だってもな、唇隠したくなる。もしそんなこと言われたらなんか。嫌だなんか。キス。恥ずかっぴ。でもなんで自分がキスシーンやった時どうだったの？全く何も恥ずかしくなかった。自分、なんでだろう。わかんない。仕事だと思うと。知恵になりきってた。野村知恵になりきってたからだと思う。うん、でも、ゆう子の、は、キスシーンよりも、ベッドシーンの方がね、ドキドキした。あれね、うん、本当にドキドキした、本当に。あれすごいね、ドラマ終わってから監督に謝られた。いろんなことやらせちゃってごめんね、とか言って言われたけど。いや、でもね、でも全然。女優だったら。女優さんだからね。私も全然なんか全然考えたら、ね、いいと思う。全然私も恥ずかしくなかった。あ、ほんと。緊張しなかった。まこちゃんなってたってことですね。まこちゃん、あ、でもまこちゃんは緊張してたけどね。あ、そうか、ピュア、ピュア、ピュアまこちゃん。さあ。そうだよね。いやいやいや、もう。だからどうなんだよ。何？キスっていう言葉がダメなだけで。恥ずかしい、ダメ。チューはいいんだ。全然平気。じゃあチューしようって言ったらどうするの？いいよっていう。え？じゃあ全国の皆さん言ったってください。どうすんだ、握手会の時にサミに言われたの。チューしようって言ったら。いいよって言うの。いいよって言うの。いやー。わー、やばい、怖いな、来年握手会。どうしよう、いっぱいチューされちゃう。